こんばんは。今回は10月27日リリース、ライズオブスターズリバースやっています。ゲームはね、シミュレーションゲーム、シミュレーション RPG ですね。舞台は宇宙になってます。宇宙戦艦の、で、まあ、戦闘するシミュレーション RPG です。やっていきます。Admiral, the emergency situation is over. However, 70% of base buildings were damaged, and the threat of enemy attacks is still imminent. あれだね、日本語のボイスはないんですね。Remove the debris quickly and restore the assault ship factory.ちょうど今、小説と漫画で自分が今読んでるやつで、青函国家の悪徳領主っていう、まあ小説、漫画があるんですけど、それちょっとね、最近読んで、もう最後まで一応小説読んで、漫画はまだ全然前半の方なんですけど、それが惑星なんですよね。惑星の、一つの惑星の領主になるっていう話ですね。主人公は悪徳って言ってるんですけど、やってることはすごくいいことですね。生産で、はい、ちょっと重いかな。 Preparation for assault ship production has been completed. We will begin producing powerful assault ships. Assault ship has been produced. Ready.生産されているか、はい。Great job, Aiden. Maywin, I'll leave this pirate extermination to you. Yes, sir. Leave it to me. はい。Requesting enemy coordinates. Roger. はい、探索。これは、そうね。自分の基地なんだね。惑星じゃないんだ。海賊を。その話も、さっき言った漫画も、海賊をね、退治するんですよね。ちょっと。悪そう。攻撃。これは630って数なのかな。はい、船の数かな。指揮官なのかな、この人が。ああ、指揮官結構セットできるんだ。はい、結構あるな。はい、マックスにできないのかな。まあいいや。All forces stand by, waiting for deployment orders. こう、執行。画面の右、今時間出てますね。あ、動かないんだね。あ、動く。ここからか。だから、あれだね。宇宙を舞台にしてるけど、ゲームとしては今まで自分がやってきた、ライキンとか、ライズ・オブ・キングダムとか、インフィニティ・キングダムとか、信長の野望とか、あ、ここら辺と似てますね。これ630いるってことなんでしょうね、艦隊数が。勝った。早い。ちょっと、前半はちょっと、はい、最初はちょっとこう見せ場欲しかったですね、演出。基地ね。The area around here has been stabilized due to Captain Mayon's efforts. However, our resource supplies are running low. はい、在庫ね。That's an issue. Quickly open resource sites and secure resources. Also, check the damage done to the base and set a plan to restore the base. Yes, sir, Admiral. はい。タップして資源を、はい。
生産だね。開発あるんだね。We need to level up the command center to build more buildings. Get going. Yes, sir, Admiral. これは？レベルアップね。はい。国家まあ首相みたいな感じになるのかな。Have a weak signal. It seems like a captain from the other base survived the attack. ちょっと重いかもしれない。Since we lost a lot of captains during battle, it would be wise to recruit that captain. Restore quickly at the captain transmission room. じゃあ除去するんだ。はい。じゃあここもかな。無料、はい。幻想ガチャ、絵はいいですね、グラフィックは。でもレアなんだっていうことは、この上にあと SR と SSR まであるのかな。艦長、はい。あ、来た。これスキルっぽい感じなのかな、ここに出てるやつ。あ、まあいいか。Thank you so much for helping me. I will do my best to be of use to you, Admiral. Welcome to the Force. It's great to have a captain like you with us. Once again, welcome to our base, Anna. Admiral, this is today's report. Admiral, the base restoration plan has been set.クエストを利用するとゲームを完成。はい、なるほど、やることはここに出てるってことね。はい、1秒。破損した艦一隻を修理。はい、修理ちょっと重いかもね。全部終わった。はい、これか、チャプターが終わり。次に。The base has suffered massive damage. This is going to be hard to clean up. Aid, the base core is still active. We're not going down that easy. Defeat nearby enemies and make restoring the base a priority. Yes, sir. Yes, sir, Admiral.次は、これをやっていけばいいんだね、ずっと。はい、これをグレードアップか、直ちに無料。これをずっとチュートリアル的なものは終わった感じですね。こういうのが好きな人はたまんないかもしれないですね、この宇宙もの。あ、無料なんだ。はい、結構前半あれだね、多いね。あ、こっちだ。6分かかる。完了。あれ、加速仕様にしようか。あ、今1分しか使ってないってことか。分かった。とりあえずじゃあ戻って、さっきあの「ただち」っていうの出てたな。
イスがなくなっちゃったな。まあ、英語だから、ログインボーナスね。ちょっとね、重いんですよね。あ、これか。あ、違う。ごめんなさい。失敗した。広告見ちゃった。イベントかな？あ、はい。ちょっとね、重いかもしんない。待機治療。まだあんのかな？もう終わりかな？戻って。OK、次は？これか。はい。1秒ね。ちょっとね、戦いたいんですけどね。さっきみたいに海賊と戦うのどうやるのかな。画面右下セクターかな。ちょっと重いかも。で、ここでさっきみたいにこれいいのか、探索で海賊探すのかな。で、位置でいいかな、とりあえず。There. I see. Where it would hurt you the most. で、自分の船はこれか。プラスあるな。さっきの、ああ、いるんだもん。あれ？もう一人最初いたやつは。ん？あれ、いなくなってんのかな？こっち行くしかない。720。まあ、いっか。相手の戦力が、こっちが、あ、わかった。相手が1400だ。これか。こっちが1万5000。勝てそうね。1までは20、画面の右ですね。ちょっと分かりにくいけど、あと24秒、右の真ん中、あとそうね、3秒か2秒。結構ね、もうちょっと派手な演出にしてほしかった。見るっていうのがあるな。あ、消えちゃった。とりあえず基地に戻ってミッションクリアしようか。攻撃艦、お、はい、カバン1000一回しようとかなってない、はい、え、これか、はい、はい、Deployed fleets have returned。 エナジー、これでいい、終わりでいいのかな。で、海賊、あ、今度レベル2やるんだ。はい、相手はどれぐらい、勝てるな。相手4000しかない。こっち1万5000ぐらいあったぞ、さっき。いける。もうこのガチャでもうちょっと増やしたいな。9秒、今度は近い。ここが自分の基地みたいですね。これが他のゲームしてる人なのかな。これはあれだね、資源とかを採取するためにある。おお、勝った。 OK、 見る。あ、なるほど。もうちょっとなんか、あの戦闘のかっこいいシーン見たかったけどな。一般転送2回軸、はい、ガチャかな。一般転送ガチャっぽい。そう、指揮官がいるもん、ここは。来た。これは SR っぽいな。あ、かけらだ、今の。無料まであと10分みたいですね。一応、チケットがあるな。かけらなんだね。で、かけらを貯めて、その人をこう、作るじゃないけど出すみたいな感じなのかな。完了。特別戦争、お、特別、はい、あ、もらってる。これは出るんでしょう、そのまま。ものが、その指揮官が違うのかよ。そうかと思ったらもう一回。
違うのかよ。特別っていうからちょっと違うものかと思ったけど出なかった。終わり。はい。指揮官、名前ね。この今ついてる名前を変えるってことですね。まあ今までのが大体、まあそのチュートリアルは終わってるんですけど、この名前をつけるところぐらいまでは、一応のチュートリアル的な感じなんでしょうね。いや、ゲーム的にはね、好きな人は、っていうか過去にやったような気がする、このタイプのゲームを。多分、シリーズものの新作になるんですかね。うん。悪くはないと思います。好きな人はこれは絶対ハマるんじゃないですか。ただね、この作るのがね、内製がちょっと自分もめんどくさいなと思ってるので、そこだけもうちょっとこう指揮官にこう任せきりできるとかね、いう風にしてもらった方が個人的には嬉しいかな。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。